ハウス・オブ・グッチも面白かったです。あー、彫刻キャストだったよね。レディー・ガガですか、ね、グッチの自画像が7、8兆円ぐらいっていうのが僕は一番響きましたね。結局金じゃねえか。前に、はい、まあ、何度かお会いして飯食ったりして、はい、話を伺ってるんですが、はいはい、ファウンダーって映画見ろよって勧めてもらって、あなた見たらむっちゃ面白かった。マクドナルドの中高の祖というか、そうそう、レイクロックのね、レイクロックの話、いい映画ですよね。もう超面白い。あ、僕だから今フランチャイズの授業やってるんでめっちゃ参考にしてますよ。初めて僕フランチャイズやったんですよ。そうなんだ。もうあの映画見てからですよね、当然。あの映画を見た後ですけど、フランチャイズのビジネスを今まで一個もやってなかったのを作ったんです。パン屋さんなんですけど、堀さんってファウンダー見たら、うん、レイクロックに感情移入してるでしょ、普通。まあそうですね。僕だってマクドナルド兄弟に感情移入して見てるもん。どう考えたってただあれ見てるとバカだなマクドナルド兄弟ってと思っちゃうね、やっぱ。そうそうそう、まあ、僕もバカだなと思いながらあ、でもいいところは取っていこうみたいな感じで。あ、そうなんだ。だから僕マクドナルド兄弟的な発想もできるし、レイクロック的な発想もできるし、うん、どっちもいいところは取れるので、うん、いいところだけ取ればいいかなっていう。あれでも今レイクロック的な発想できるって言ったけど、実はあのレイクロックって人はマクドナルド兄弟はまあ顔面だったから、うん、うまくいかなかったけど、あの人じゃあ大量生産でいいものガンガン作りゃ、安いもの作りゃいいやって人手じゃないじゃないですか、レイクロックって。まあ確かに確かに。ほら自分でフランチャイズ、あの映画の中で出てたけど、うん、フランチャイズ勝手に作って勝手にやってるやつを、うん、怒り狂ってるじゃない、うん、あのメニューはこれだけにしろとか、なんでこんなことやるんだってことを怒って、うん、でも今だから実際我々もやってますよ、そういうこと。ってことはあのレイクロックみたいに思い出ってんだって言ってんの。例えばですけど、うちのお店の特徴いろいろ工夫してるんですけど、うん、一つの特徴はパンの値段が3つしかないんですよ。ああ、マクドナルドっぽい。でこれ3つにしてるのは実は理由があって、もちろん一斤の食パンとかは700円とかするんですけど、それ以外のレギュラーのパンですね、あんパンとかそのクリームパンとかメロンパンとかっていうのはなんか150円のやつ、290円のやつ、350円のやつとかっていうふうに3プライスにしてるんですよ、うん。まあ、4プライスでもいいんですけど、これ何が大事だと思います、これをやると。レジ作業がめっちゃ楽になるんですよ。あ、まあ3種類しかないからね。そう、でも普通のパン屋さんって原価計算して全部値段違うんですよ。ああ、なるほど。全部値段が違うと覚えるの大変なんですよ、バイトの子が。それはもうみんな SLM で覚えられるからね、うん、SML でいいじゃないですか、うん、別に、うんうん、だけどなぜか、うん、町のパン屋さん行ったら分かりますけど全部値段違いますから。でそうすると混んでても行列にならないんですよ。だからめちゃくちゃこうさばけるんですよね。むちゃむちゃレイクロックっぽいね。はあ、だからパン屋さんってパン好きがやってたから全くイノベーションが進んでなくて、うん、パン屋さんをやる人は映画を作りたい人と一緒で好きなんですだからその一番美味しいところ、一番めんどくさいところが一番やりたいんですよ。いやいや、もう天然酵母とか使いたいんですよ。本当よくわかるけど、パン好きじゃないですからね。だからちょっとずっとパン屋の話になっちゃったから、映画の話です。あとね、最近これは飛行機で見たんですけど、うん、ハウスオブグッチも面白かったですね。ああ。あれ面白いですか。まあ、あれ事実なんで、うん、別にあのネタバレもクソもないんですけど、うん、まあ、グッチ一族って兄弟で始めて、うん、で弟の方の息子が弁護士を目指してたんだけど、うん、なんか土建屋で運送屋か、運送屋のなんかこうずる賢い娘に騙され、うん、結婚し、うん、でなんかあまりにもひどすぎたから離婚された後ヒットマンを雇って殺すっていう話なんですよ。それ1995年とか6年ぐらいですよ。もう20、30年近く前か。でトム・フォードってわかります？ああ、グッチのデザイナーになった、うん、はいはい、トム・フォードがちょうど雇われたぐらいの頃の話なんです。はあ、だから007のスーツなんか後で手掛けてた人ね、そう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 、トム・フォードって、うん、そう、結局内輪もめをして兄貴の株を騙し取り、で
その息子がコントロールを持つんですね、会社の。でその時に資金を貸してくれたのが、てか資金一緒にこう共同買収をしたなんか中東系のファンドと一緒にあの買うんですけど、最終的にずっとその弟の方の親父の方からの代から仕えてきた番頭みたいなやつが最終的に追い出すんですよ、その創業家を。それ今現在のグッチはその番頭格がやってるの？今そいつがいるのかどうか分かんないですけど、その人たちがやってるはずです。あ、なるほどね。で面白かったのは、その時にその創業家から 50% の株を買うシーンが、あのオファーを受けるシーンがあって、あなたは経営能力ないから、うん、うちらに株を 50% 売りなさいと。グッチ一族に言うわけだ、そいつが。そう、一族っていうかその乗っ取った弁護士のね、その奥さんに殺されるやつね、元嫁に殺されるやつね。でそいつがオファーを受けたのは150ミリオンだったんですよ。ただ今で言うと180億とか多分それぐらいなんですけど。そうね、うん、それがなんと今いくらになってると思いますって話なんですよ。今時価総額、グッチの時価総額 7,8 兆円ぐらいあるんですよ。あ、だから要はその20年間で30倍とかになってるんですよ。なるほど。っていうのが僕は一番響きましたね。結局金じゃねえか、聞いたんか。いや、そう、金というよりはあの老舗のブランドを買ってきてそのリノベーションをできるとこれだけだから、ブランドに価値があるって話ですね。あれハウス・オブ・グッチってだけど結構僕予告編でアルパチーノとか久しぶりに見て、ああそうですね、アルパチーノなんか何グッチのおじいさんかなんかで出てくるの、はい、ウッチの兄貴かな、兄貴の方かな、創業者の。年取ったなと思って予告で見てたけど、他にもだったら超豪華キャストだったよね。レディー・ガガですから。あ、レディー・ガガだ、主人公なの。そう、あれ殺し屋雇って殺させる方だから。そう、あ、そうなの。元嫁はぁ、それはレディー。で元嫁は、うん、しかも生きてるんですよ。ウルフ・オブ・ウォール・ストリートとかそれからザッカーバーグとか本当によくやるよね、向こうは生きてる人。うん、よく日本もやればいいのになと思って。ホリエモン、うん、まあでもまあ割とその例えばイテオンクラスも結構似てるんですよ。イテオンクラス見た？イテオンクラスもちろん見ました、うん、だってイテオンクラスもなんか強大な敵に立ち向かってそいつにガツンってやられて刑務所入れられてリベンジする話じゃないですか。で復讐する話だもんね。そうそうそう、だから割と共感して見てましたけど、俺はここまで執拗にはできないなと思うだけどこいつすげえなと思って。刑務所入るとこ同じだもんね。はい、こいつすげえな、ここまでやるんだと思って。最後もうすごかったじゃないですか、壮絶で。だから僕もなんかそういう執念があんまりないので、執念お前持てみたいに。結構あるでしょ、実は。いや、そんなことないですよ。本当？はい、執念お前もうちょっと持てってこうなんか言う人もいます。今そういう話をするときだけ弱そうな顔するのやめてください。いやでも本当にそんなでもないですよ。本当？執念ありそうだもん。いや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 、そんなことないです。だからなんか僕はドキュメンタリー系の映画が好きなんですよ。あ、っていうか事実の話、ね、そう、ベースオンザトゥルーストーリーみたいなやつですね。ああ、いやでも本当多いですもん、今映画でそのベースオンザトゥルーストーリーが。ああ、だから日本ももっとやってもいいと思いますよ。いやでもやっぱり訴訟沙汰とかいろんなことが日本は怖くてできないんじゃないかな。ああ、そうですか。面白いのに。僕この間久しぶりにニューヨーク行って、ブロードウェイのミュージカルも見てきたんですけど、はいはい、もう毎年行ってたんだけど、もう 2、3年行ってない。いや僕だからもう、まあ、もう本当だからコロナ直前に封切られたやつとかもうほぼ新作じゃないですか、うん、全然新作でしょ。そのこの間見に行ったのは6ってやつと MJ ってやつ見たんですけど、 MJ はマイケル・ジャクソンもしかしてな。そうです。あ、そうなんだ。マイケル・ジャクソンの主役の子めっちゃ歌とかダンスうまいですよ。半端ないです。電気なのそれ。電気です。ああ、そう。じゃあ外国時代からやってんの。はい、死ぬまで。いや、死ぬ、ま、全然前です。あの1995年ぐらいのワールドツアーの稽古場っていう設定です。ああそうなんだ。はい、だから要は一旦ジャクソン5が落ち着いてソロデビューして、うん、でクインシー・ジョーンズに会ってスリラーとか。だからスリラー、最初はスリラーから始まります。スリラーの稽古シーンから。こんなになって踊ってんのみんな。そう。でもスリラーが見て途中で終わるんですよ。お、
そうだろ。で、あーって思ってたら最後にすっごいいい使われ方してて、スリラーが。あ、そうなんだ。はい、最高でしたね、あれ。お、今もうちょっとズーンときちゃった、ね、超見て、うん、だからジャクソン5時代からの名曲が全部流れてくるんで。で、しかも少年時代のマイコーと、青年時代というか、あのちょっとダサかった頃の、うん、最後がだからまあスリラーのところで終わってるって感じなのね。今の話は。そうなんです。え、もう一本が何ですって？ん？はい、もう一本はね、シックスって作品ね。これ面白くて。何が6なの？イギリス国王のあの。なんとか6世？そう、イングランド国王のあのヘンリー8世かな。うん、の6人の妻がいたんですよ。あ、そう。6人の妻ってのはとっても好きそうなんですよ。で、彼はもともとイングランドってカトリックだったんだけど、自分がその離婚したいから、いたイギリス国教会作った時に作った人、うん、はい、作った人なんだ。作った人、はいはい、離婚 OK にしたのね。そう、離婚 OK にしちゃった人で、うん、いたその人、はあ、その人の6人の妻たちが、まあ、殺された人とかもいるんだけど、なぜか集まって6人でアイドルグループを結成してセンターが誰かを争うっていう話なんですけど、めっちゃおもろくないですか設定。天才だわそれ、そのアイデア。で、ちゃんとだから西野亮廣ってやつがレコメンドしてくれたんで、堀井さんあれはアメリカのももクロですよって言われて。え、だけどそれ日本人は関わってないの？それに関わってないです。じゃあ向こうが日本の、まあ、AKB じゃないけどアイドルグループとか、まあ、韓国なのかな。あ、韓国とか結構影響してると思います。リスペクトがあってそういうアイドル文化を持ってきてるわけ、うん、なのかな。でも元々はこれ作ったのケンブリッジ大学の学生らしいんですよ最初は。え、もしかしてももクロファンなんじゃないの？わかんないけど、でもももクロですよね、まあ、めちゃくちゃうまいですけどね、歌もダンスもまあ、ね、死ぬほどうまいですけど、うん、そういう、まあ、くだらないっつったらくだらないです。じゃあアイドルっぽいミニスカートかなんかでこうやって歌って踊るシーンがあるの？6人が。いや、もうずっとです、それですよ色もももクロみたいな感じ。うちも面白い。色が違うんだ。色違うんですよ。だから赤がいたりとかピンクがいたりとか黄色がいたり緑がいたりするんですよ。青がいたり。俺最後にブロードウェイ行った時に、向こう行った時にハミルトンってめちゃめちゃ当たってて、見た？ハミルトン見てないです。あのリン・マリエル・ミランダって、はい、あのもう今あのナンバーワンの人が作ったあのハミルトンって、アメリカの独立宣言の時にジェファーソンなんかで一緒にいたね、はいはい、ハミルトンっていう人の話なんだけど、はいはい、ラップなんですよ音楽が、それでラップにバトルってあるじゃない、ラップバトルって、はいはいはい、ディスり合うの、はいはいはい、あのアメリカの建国の時のなんかそのワシントンと喧嘩したりとかイギリスと喧嘩したりするの全部ラップバトルになってるのか。なるほどなるほど。いいアイデアでしょ。いいアイデアですね。いやでも僕何が言いたかったかっていうと、そういうところに出てる役者さんが別に有名な人とかがないのにすごいレベルめっちゃ高いですよね。そう、じゃあその6人のアイドルも MJ マイコー役もすごいんだ、うん、すごい、あ、半端ねえ半端ねえ。やっぱなんか世界中から戦いに来てんだこの街にっていう。ほとんど移民ですからね。すげえわかるっすね。俺みんなブロードウェイブロードウェイって言うけどバカにしてたのよ最初、うん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 、40ぐらいで初めて行ったんだけど、そしたらなんか見に行った時にちょっと忘れちゃったけど、後ろ向きにこう何か台車を持ちながら歌って踊って戻ってきて、でヒュッと横向いていくっていう芝居があったのよ、うん、全く足元見ないで後ろ向きに歌って踊りながら舞台のヘリヘリまで来て行っちゃったから、どんだけ練習してんだって。要するにこけない。だから、いや、すごいですよ。あのレベルがもう俺すごいと思っちゃって、うん、あれやると君二度と映画撮れなくなるよって脅されたので、高倉健の主演で「タリダカルラリー」の映画を撮ってます。南極物語って日本最大の実写映画のヒットを撮った超巨匠だったんですけども、編集に凝りすぎて間に合わなくて。